パウリーネ・クレメンティーネ・マリー・バルブルガ・フュルスティン・フォン・メッテルニヒ・ビンネブルク、ツー・バイルシュタインは、ウィーンとパリの社交界の花形として知られた、オーストリア・ハンガリーの貴族女性。その魅力と、洗練ぶりは、多くの人々の称賛の的であった。また、ドイツの作曲家、リヒャルト・ワーグナー、チェコの作曲家ベドジフ・スメタナの音楽活動における、重要な講演者でもあった。旧姓は、シャーンドル・デ・スラブニツァといった。チャールズ・フレデリック・ワース・パウリーネ・フォン・メッテルニヒ公爵、夫人は、ハンガリーの貴族シャーンドル伯爵家に生まれた。父のシャーンドル・モーリツ伯爵は、悪魔の騎手の異名を取り、ハプスブルク帝国中でその名の知れた名騎手であった。母のレオンティーネは、ウィーン体制の生みの親である、オーストリア宰相、クレメンス・フォン・メッテルニヒ公爵の娘だった。パウリーネは、ウィーンにある祖父、メッテルニヒの家で、少女時代を過ごした。1856年、パウリーネは7歳年上の母方の叔父、リヒャルト・クレメンス・フォン・メッテルニヒ公爵と結婚した。夫のリヒャルトは、女優やオペラ歌手と頻繁に不倫していたものの、夫妻は、幸福な結婚生活を送り、間に3人の娘を設けた。パウリーネは、外交官である夫に随行して、ザクセンのドレスデン宮廷、第二帝世紀フランスのパリ宮廷で、大使夫人としての社交生活を送ることになった。パウリーネは、ドレスデンとパリ、そして1870年以後は、ウィーンにおいて、社会、文化面での重要な役割を果たすことになった。彼女は、フランス皇后、ウジェニーの親友かつ相談相手であり、夫と共に、ナポレオン3世の宮廷における、重要人物であった。パウリーネは、イギリス人のファッションデザイナー、チャールズ・フレデリック・ワースをウジェニー皇后に紹介し、これが契機となってワースは一躍有名デザイナーの仲間入りをした。パウリーネは熱心な音楽家たちのパトロンであり、洗練された社交界の指導者だった。パリでもウィーンでも最新の流行は彼女が作り出すものとなっていた。パウリーネは、フランスとチェコの貴族たちにスケートの楽しみを教え、淑女たちにタバコを飲むことで評判を悪くしたりしないことを教えた。彼女はリヒャルト・ワーグナー、フランツ・リスト、シャルル・グノー、カミーユ・サン・サーンス、プロスペル・メリメ、アレクサンドル・デューマをはじめ多くの作曲家や小説家と知り合いだった。ヨーゼフ・シトラウスは彼女にパウリーネというポルカマズルカを献呈している。パウリーネはパリに住んでいた時はワーグナーを、ウィーンに戻ってからは、チェコ人作曲家のスメタナをそれぞれ支援した。彼女は自分のサロンの催し物として、多くの有名なオペラ作品の簡略版を上演し、そこでは舞台監督と歌手の両方をこなした。催されたオペラ作品には、ワーグナーのニーベルングの指輪もあった。長女ゾフィーと私生活においては、パウリーネはいくつかの危機や災難を経験した。子供時代、パウリーネはウィーンに吹き荒れた1848年革命を目の当たりにしている。1870年の普仏戦争の最中には、彼女はウジェニー皇后のお供をしてパリに残り、その後ウジェニーがパリからイギリスに逃亡する手助けを買って出ている。パウリーネの長女はゾフィー、次女はパスカリーネ、三女はクレメンティーネといった。ゾフィーはエッティンゲン公使、フランツ・アルブレヒトと結婚した。パスカリーネはアルコール中毒患者のチェコ人貴族、ゲオルク・ツー・バルドシュタイン伯爵と結婚したが、彼女は1890年、中毒による戦盲状態になった夫に、ドゥフツオフで殺されたと言われている。末娘のクレメンティーネ公爵夫人パウリーネは1921年にウィーンで亡くなった。晩年、彼女はオーストリア帝国とフランス帝国の栄枯盛衰を間近で見届けた女性として、この消滅した2帝国の生きた象徴とみなされていた。ありがとうございます。